はいどうも皆さんこんにちは、クラクラチャンネルのケイスケです。今回もですねクラチャン杯の模様をお送りしていきます。でそして今回はですねバニラ式特集でございます。皆様ご存知だと思います、天才で対空砲1本追っていって、そしてドラゴンで相手のヒーローと援軍を処理していく、であとはですねラバルを回していくといった戦術になっております。でそのバニラ式考案者のなんとびっくりバニラモナカジャンボさんがなんと私ケイスケ組にですね遊びに来てくださいましたので、今回ですねちょっとバニラ式特集を見ていきます。はい見てください、今回はドラゴンとベビドラですね、ベビドラも2体混ぜた編成になっております。そうですねドラゴン1体よりも確かベビドラ2体の方が攻撃力高かったような気がします。はいこんな風にですねしっかりと相手の援軍とそしてアーチャークイーンを処理していきました。でここからですねラバルパートスタートさせていきます。そうですねやっぱり最近クイヒー対策でクロスボウ地上の、配置結構流行っておりますので結構刺さる配置多いんですよね。はいこんな風にですねテスラ固めとかがありそうなところで令状かけていきます。ただ今回はちょっと上の方向にテスラが固まっておりましたが、まあヘイストかけまして一気にバルーンを進軍させていきます。いやでも嬉しいですよね、考案者のこういったですね戦術を生で見れる、生じゃないんですけども実際に見れるってのは本当に嬉しいです。本当にご本人登場してきた感じですよね。ではいこんな風にですねバルーンを回していって、エラバハンドもまだ1体生き残っております。で呪文は使い切ってしまったんですけども、まだまだバルーンもたくさん生き残っておりますので余裕シャクシャクといった形でしょうか。いや本当にさすがの攻めですよね。はいこんな風にラバハンド最後の1体弾けてしまいましたが、バルーンも生き残っておりまして最後の対空砲を追っていきました。さあもう残っている対空施設はアーチャータワーのみなので、あとはお掃除タイムといった形でございます。というわけで、バニラさんさすがでございます、お見事です。いや素晴らしい、もう拍手出ちゃいました。最近ですね本当にいい攻め見ちゃうとですね拍手出ちゃいますよね。はいそんな感じで、バニラさん全開お見事でございます。さあ今回はですねクラチャン杯バニラ式での全開何本も生まれましたので、ちょっとあとリプレイ3本ほど見ていきたいなと思います。はい続いてのリプレイは松さんの全開リプレイですね。やっぱり最近ですねアチャクイが外側にいる配置結構見られますので、こういった配置にバニラ式刺さりやすいです。さあ対空砲をですね天才で追っていきまして、でヒーローでサイドカットを行っていきます。で自分ですね結構何本かバニラ式のリプレイ動画にしているんですけども、本当にヒーローレベルにそこまで依存しないかなといった印象です。そしてドラゴンを3体出していきました。はいこんな風にですねしっかりと相手のアーチャークイーンを処理していくようなルートを作ってあげる、これが大事になってきますね。で最初にですねバルーンを1体放り込んだの見えましたかね、あれによって空に対して攻撃できるユニットを釣っていきます。さあそしてですねここでうまいなと思ったのがですねドラゴンやアーチャークイーンにターゲットを取っているアーチャータワーに対してバルーンを2体放り込んでいきました。ここら辺とかもしっかり見てますよね。さあそしてラバルパートをスタートさせていきます。いい感じに最初に出したバルーンとかも合流していきます。ちゃんとここら辺のルートですね、バルーンのルートが見えているなと思いました。さあそしてですね6時方向の対空砲にもラバルを当てていきます。で出てきましたテスラ固め、これほんと嫌ですよね。初見で攻めるときとかこういったテスラ固めを予想してヒーリングを1枚持っていくのもありです。さあ今回ですねウィズ島とかも固まっておりますので、もうヒーリング刺さってますよねこれ。はい6時方向のテスラ固めウィズ島をどんどん壊していきます。さあ残っている対空砲ももう少ないですね、3時方向の対空砲のみとなっております。いやバニラ式って本当に強い戦術なので、習得しておいて損のない戦術だと思います。なんかもうすっかり確立されちゃいましたよね、ゴレホグハイブリッドバニラ式みたいな、それぐらいもう主流の戦術になってんじゃないかなと思います。嬉しいですよね、自分の名前がですねこう戦術になってこうなんか確立されるって本当嬉しいなって思います。星とか虫ですね、新しいの発見すると自分の名前が付けられるみたいな、そういう感じでもう認知されるっていう本当嬉しいことです。さああとはお掃除タイムで、松さん全開お見事でございます。さあそしたら続いてのリプレイはですね先ほどとちょっと違った配置になっております。バニラ式は天才でアチャクイ側にある対空砲を1本追っていって、そしてドラゴンで相手のアーチャークイーンを処理していくと言いましたが、今回はですねアチャクイ側に対空砲がありません。これをですねしゃもじさんどんな風に攻めていったのか見ていきましょう。はいまだ始まらない、まだ始まらない、いつ始まる、あれまだ全然始まらない、あ始まった、はい見ていきましょう。はいすいません。はいまずはですね9時方向からバルーン1体ずつ当てていくっていうのがちょっと面白かったですね。ギリギリここ壊せなかったんですね。あ10時方向のは壊せました。はいそしてドラゴンを3体出していきます。あまだレベル3なんですね、まだレベル3のドラゴンでもできちゃうといった感じになっております。
さあ、そしてレイジをかけて一気に相手のアーチャークイーンを処理していきまして、で、6時方向の対空砲はですね、アチャクイで1本折ることができます。なんでここはアチャクイで処理していくといった流れで、で、天才で対空砲をもう1本折っていくといったプランになっております。そしてちょっと過ぎちゃったんですけども、クエイク落とした位置、こちらも注目ですね。よくですね、適当にもう対空砲の真ん中にこう、クエイク落としちゃったりするっていう人いますけれども、しっかりとクロスボウとか、あともう1本の対空砲にもかかるように落としていきました。こんな風にですね、やっぱり他の施設にもしっかりとかかるように落としていくと、かなりですね、進軍具合ちょっとでも変わってきます。で、ただいまですね、アチャクイが6時方向の対空砲ですね、折りに行っておりますが、このアチャクイがこの後、めちゃくちゃ仕事をしますので、ご覧ください。はい、ただいまですね、6時方向対空砲を攻撃しております。で、折りかけるタイミングでラバルパートスタートさせていきました。で、こっからですね、3時から6時方向の防衛施設をですね、ラバルパートで削ることによって、アチャクイが長生きしていくんですよね。これ計算通りだったらすごいですよね。そして今回のこちらの配置、ラバハンドがしっかりとターゲットを取ってくれます。で、最後の対空砲に向かうとき結構距離ありますので、ラバとバルンガーですね、一緒に行動しなくてバルンガーを落とされてしまうといった事態ありますが、今回は12時方向にもう最後にテスラ固め固まっておりますので、安心安全にバルーンが大量に生き残っているといったプランになっております。さあ、そしてですね、アチャクイですね、見ていってください。こっからですね、12時方向に向かっていって、ラバ全部弾けたんですけども、はい、こんな風にですね、最後の対空砲を折って、あとはお掃除タイムといった感じになっております。いやー、アチャクイめちゃくちゃ仕事しましたよね。いや、ほんとこれぐらい仕事できる女の子に養われたいなと思いました。さあ、そしたらですね、最後のリプレイ見ていきましょう。いやー、バニラ式ですね。もうめちゃくちゃ見てますよね。どうですか皆さん、一つの戦術をもう徹底的になんか動画にしてリプレイたくさん見るっていう動画、こちらどうなんでしょうかね。まあボリューム的に感想の方をお願いいたします。さあ、続いてはですね、こちらの配置をユーシンさんが攻めてくださいました。あ、ユーシンさんといえば自分の同級生にもいますね。父親が厳しくて、ゲームのコントローラーのコードをですね、ハサミで切られたっていうユーシンくん。その同級生と同じ名前でございます。はい、見ていきましょう。まずはですね、3時方向ドラゴンですね、出していきました。で、アチャクイをですね、自分のアチャクイで処理できちゃったんですよね、これ。これちょっと予想外だったんじゃないかなと思います。あそこ届くんですね。さあ、そしてですね、相手のアチャクイ処理できたので、ラバルパートをスタートさせていきます。今回は非初見の攻めですかね。相手の防衛援軍はラバとかゴーレムだったんじゃないかなと思います。やっぱりですね、地上にしか攻撃できない援軍ユニットだと、こんな風に出てこずに、しっかりとですね、ラバルパートをスタートさせることができます。ちょっと今回ドラゴンそんな仕事してないですね。いや、まあただですね、生き残っていると色々と防衛施設とか、あと施設ですね、壊してくれるので、時間切れ防止にはなります。なのでですね、やっぱりドラゴンとかヒーロー、まあ使い捨てでもいいんですけれども、まあなるべく生き残っていくようなプラン、これをですね、組み立てられると、かなりですね、余裕を持って全開を取ることができます。さあ、そしてですね、ババキンを、まだ出してない。あ、出してましたね。12時方向にもうお掃除用に出しておりまして、もう余裕の全開といった感じになっております。いやー、ほんとバニラ式強いですよね。だって今回ドラゴンとババキンはほんとお掃除用みたいな、そんな形になっております。はい、そんな感じで、あとはですね、お掃除タイムで、ユーシンさん全開お見事でございます。あ、まだ迫撃砲残ってましたね。失礼いたしました。はい、そんな感じで、今回はですね、クラチャン杯バニラ式特集、こちらをお送りしていきました。本当にですね、ヒーローレベル、そんなに関係ないので、結構ですね、早いうちから練習しておくと、かなりですね、いいかもしれません。それでは、次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。どうも、ケイスケです。先日、家でメガネをなくしてしまって、20分ぐらいずっと探してたんですが、なかなか見つかりませんでした。で、どこにあったっけなーってずーっと考えて気づいたんですが、すでにメガネをかけてました。さて、明日のクラクラ実況は、アップデ後強化されたユニット特集、白いの出してくれる女たち、パンツ殿様、ついに登場。明日もまた、見てくださいね。